わらわたちを敵に回すとは愚かな。戦界の秩序は俺が守る。分身の娘菅銀平、非力ですが頑張ります。俺が真の三国無双だ。俺こそが戦界に無双の将だ。え、私が真の三国無双でいいの？うまくいったみたい。軍神の娘菅銀平、力いっぱい頑張るね。うまくいったようだな。いざ信念のままに出陣せん。成功したか。鉄砲の戦、俺の好きにやってやる。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが、謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。
急がねば。影勝様たちが危うい。どうせ影勝様、しばしお待ちを。この金継ぐが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。頼もしき同志を得て私は幸せだ。無心の敵か、我が槍で押し通るのみ。どこで命の恨みを買った。まあいい、別で発散させるとするか。俺に任せよ。いいんですか。これ以上は行かせん。邪魔をするな。御前と影勝様は私の手でお救いする。金継ぐ雪村、終焉。来てくれたようです。金勝、あと少し耐え抜きましょう。主任官国の輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。急に感謝します。さあ共に敵を押し返しましょう。影勝はまだ戦っていない。救援に向かいます。ありがたい。その身に刻め。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。窮地は脱しました。次にこちらがお返しをすると。勝負の気風示さん。数では勝っていたが詰めが甘かったか。ならば拙者自ら当たるのみ。雪村、感服いたします。敵軍からの気概を感じる。ただの賊ではないようだな。金積み、あなたの義父はこの異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かり光栄です。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。頑張ります。拙者の部で完全の敵を蹴散らさん。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。我が名は徐光明、お相手願おう。あの城好き、そして高潔な空気。頑張ります。ああ、まるで可愛い剣心のよう。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光殿、あとは俺たちに任せてくれ。大指示殿、打ち取った。すまぬ、頼んだぞ。上皇殿に追い詰めたのは敵軍の勢い、侮れぬ。敵の大将が出てきたようですね。
で刺してあげましょう。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。太子寺もこの世界。よし、私が話をしてみよう。敵長、撃ち取ったの？金継ぐ、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。海の輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりません、影勝。はっ、頼もしき同志を得て私は幸せだ。よく来てくれた、雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。承知しました。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。所詮敵は小勢だ、城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。はぁ、しつけてあげましょう。孫悟の兵よ、道を開けよ。いいんですか、この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るうわけには。お見事でした、孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。良いのだ、太子。それに徐光、お前拙者らは敗軍の将。もちろんです。ありがたきお言葉。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。世に愛を。うむ、真偽は違えぬ。徐光明、それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。もう直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。彼らを下して情報が得られればよし。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、俺に一ついい手がある。もし任せてくれるなら、吉本殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。貫き通すは我が信念。戦の招く絶望、楽しもうぞ。義、天下に示さん。我こそが天下無双の強者なり。ほほ、わらわが無双の力、これぞ天下無双の義士の証なり。よし、うまくいったか。遊戯諸君、世界に愛と義を刻み込む。
斬新斬魔の気概を持って。ひとときの座標を楽しもうぞ。うまくいったか。我が信念を炎となし、真田幸村参る。反乱軍の迅速な救援により、綾御前と上杉景勝は救われた。織田軍を止めるには、信長の力の解明が必要。反乱軍は早速、今川攻略に乗り出す。敵には遠州、それに董卓もいるみたいだな。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う。いや、何でも。さて、三人にはそれぞれ頼みがある。まず、直政殿は義元殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠？修繕殿は炎章殿になるべく近づいてもらいたい。ただし、手出しは無用に願う。直虎殿は、ひとまず俺の近くにいてもらおうか。はい、よろしくお願いします。ん？待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見ておいおいさよ。わかりました。直政殿、角殿の考えは読めませんが、何より名士の劉備殿が角殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。話が早くて助かるよ。義元殿、炎章殿、董卓殿、3人の将はがっちり了承しる。やはり正攻法では崩せそうにないね。皆手はず通りに頼む。吉本公と蹴鞠をせよか。各殿の真をつかみかむ。しかし古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。炎章の近づけだが手出しはするな。か全然燃えない策だ。大体各殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切る段階。行軍の順調。あと義元公をどう蹴鞠に誘うかな。お前結構やるな。その調子で行こう。戦の要は軍師の格さん、それに修善さんと直政ですね。その通り。一人でも賭けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。退屈じゃの。蹴鞠相手でも現れるかの。燃やし尽くせ。言いたい、ここで待機。吉本公蹴鞠ましょう。もう本当に蹴鞠相手が現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるの。吉本殿への工作ご苦労様。ささ、お次は炎章殿の方を頼め。
入れよ伏兵、城に近づく者は全て打ち果たせ。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。どうやら作戦は順調なようだ。んじゃ、俺はこの辺で失礼するよ。私が活躍すればするほど董卓が笑うことになる。皮肉なものよ。熱い救援感謝するぞ。しかし角殿はこの伏兵を知っていたのか。よくやったな、その調子だ。お前こそ真の三国武装だ。遅れは取らん。共感を。この縁本書が信長や董卓と組むなど、まるで本意ではないが、名族の誇りにかけここを死守。こら、ひげを引っ張るでない。ほむ、名族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも名族に手を貸そうぞ。よし、炎章の砦に到着したぞ。ここで待っていればいいんだな。ん？なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい、急ぎ撤退するぞ。開門、それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。李関係じゃねえ。いいもの見せてもらったよ。今こそ撃ち。城内は大混乱なのじゃ。どうする連続。相方だ、ひげを引っ張るなというに。こうなったら撃って出るまで。嬢ちゃんがまずいようだな。仕方ねえ、助けに行く。いや、敵将撃ちろ。体勢は決しました。吉本、どうか降伏。城の守備があっけなく崩壊した。角度には読みが的中したということか。たくさん
た。そう思ったのかな。ナオトラ殿は顔が赤くなるから分かりやすい。所に立てつくとこの知れ者め、このような恥辱を受けようとは、トウタクや信長に手を貸したがために。主膳殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。各殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。おや母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠に誘っておいて騙したのかの。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。嬉しいの。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロは皆と一緒に行くの。それと炎章殿、冥族の意向を保ちたいなら俺はこっちにつくことを勧めるね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将は皆一枚岩だ。このまま行けばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと思うがね。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう、これよりはこの炎本所が反乱軍に力を貸してやろうではないか。ホム、ならばわらわも冥族についていくぞ。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。正直力でねじ伏せる信長のやり方は気に食わなかったんでね。すごい、角殿の策でこんなに味方が増えるなんて。腕輪の妙な力がある限り。それってこれでしょうか。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。雅に参るの。我が名は炎本所。世界は不思議で美しいのじゃ。サイカマゴイチ、華麗に決めるぜ。面白そうね。あなたご推薦の相棒って誰なの。あら、両夫さんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに、初めまして。また一緒に遊びましょう。信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか、私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。風魔の旦那が確かに探し物をしてうろついてるのを見ましたぜ。熊姫とかと一緒でしたけど。おお、居場所を知っとんのかね。えい、ご案内します。それじゃ頼んじゃおうかね。みなに声をかける間に逃げられちゃまずい。急いで向かうとしよう。待て、これだけの数で戦いに挑むなど無謀な。うん、そういうことならちょいとだけお待ちよ。力を持て余してそうな味方がすぐそこにいるんで誘っときます。
雅に参るの。女皇めひたすら武の道を極めん。女皇、アヤが見ています。拙者こそ真の三国無双なり。うまくいったようでござる。女皇名の武、とくとご覧あれ。何やら楽しゅうなってきたの。この世界にても一番の蹴鞠人を目指すの。反乱軍は織田軍との戦いに勝利。今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして彼らから重大な情報を聞き出す。織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の旦那はまだいるみたいっすね。いや、間に合ってよかった。アナイ大義、それと銀平殿、女皇殿、二人とも急に誘っちゃって悪かったね。いえ、いいんです。こういう時のために女皇殿に鍛錬してもらっていただけですから。いいな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。今回の戦にてそれを生かしてみせましょうぞ。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。うん、心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしね。信長の秘密に迫るためにも各々力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。この女皇名にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。この運に乗っていい情報がつかめますように。腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をとっちみりゃいいんすね。やってんで。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。どうしよう。
ません。冥族に無理強いはできないね。けど炎章殿が果たして本気かどうか。風魔さんの腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。ガキ、恋の関係で口を割らせてみる。ああ、うるさいうるさい。あれ、風魔さん以外に人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるよ。先に接触されるとちょっとまずいな。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらも全員やっちまいます。新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。もう信長さんに従ってて大丈夫。あの腕は使うととんでもないことが起こっちゃうのに。何とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりしてカイ。今はお父様を信じて進まなきゃ。大気である。腕輪を狙う勢力が二つ。信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるな。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。まがまがしい連中は片付いたようじゃねえ。じゃあ当初の目的を達成しようか。へい、風魔の旦那をとっちめるってやつですね。何なのよあの怪しい女。いきなり襲ってきて。君たちが傷ついてしまったわ。カイ、一度体勢を立て直しましょう。しました。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚。あ、違った。でも不気味なところがそっくりだにゃん。あの人たちすごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。余の答えがある。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。あらわん、張り切ってらっしゃること。門を開いて本陣に交代。策の匂いがピンピンするが、果たして。敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が部にて策のと打ち破ってみせよう。氏康もだけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ信長は元の世界でも理解不能ですから。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。私が相手だ。戻って策の練り直しだ。
と侮るなかれ。いざ、あっぱれなもののふよの。本陣に宇治安の忍びはいないようだね。ってことはやっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは加工中堅が相手だ。うむ、罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。すぐに返せ。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工殿、敵ながら見事。をもって恩義に報い申したな。我に用があるのだろう。そんなにたくさん読んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。よっよっ。忍び分身の術とは恐ろしき技。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることもあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんは打たせない。私が相手を務めます。惜しい。残念でした。今こそ修行の待機である。見せないでした。全員偽物だったとはちょっとずるいの。親方様、遅くなってすみません。風魔の旦那の居場所が分かりました。さあ風と戯れ。ああもうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、霊族縁本社がいる限りここは誰も倒さんぞ。まさか。これは助かっちゃったね。さて観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられん。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったしよしとしようか。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。さてお琴たちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。私たちはお父様を信じついてきました。これ以上織田軍の元で戦うことはできません。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば宇治安とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければきっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるしそっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。うん、皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。
こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。わあ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえばあの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのにまた謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者、加護中堅、参上。宝生殿、こんなところでいかがされた？あなたは劉備殿の城にいたはずでは。その城が信長の襲撃を受けたので救援を求めに来たんです。なんと。俺はなんとか脱出しましたが、かなり危険な状況でしてね。すみませんが急いで来てもらえませんか？ええ、もちろんです。ホム、聞こえたぞ。劉備が困っているのじゃな。わらわも共に行くのじゃ。あなたも。ま、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。織田軍へ倍返しをしにね。乱世は打算で渡るもの。過分か。この手で守ってみせる。反乱軍は北条との戦いに勝利、海姫らを味方につける。だが風魔小太郎を取り逃がし、信長の力の謎に迫ることはできなかった。そして妖魔を操る女ダッキ、彼女もまた腕輪を求めているというが、信長と同様目的は不明なままである。次々と判明する新事実を前に、反乱軍陣営は困惑していた。そんな彼らを嘲笑うかのように織田軍が劉備の本拠に攻め込む。反乱軍は急ぎ援軍を派遣した。劉備はすっかり取り囲まれておるのじゃ。信長は容赦を知らぬ。こうも立て続けに我らを攻めるとは、
まあ今回の進行には事情がありましてね。信長の腕輪を狙っているという見たことのない青年が協力を求めに来たんです。自分一人では信長に対抗できぬと。しかし詳しいことを聞く間もなく彼を追って信長が現れ、この有様です。もしや協力を求めてきたというその方はペルセウス殿ではありませんか？おや、よくご存知で。武田領が襲われた際、偶然ですが危機を救っていただいたのです。かつての恩、今こそお返ししなければ。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流。しましょう。そして次、信長はよ、劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。バカな、なぜ劉備軍がこんなところに。出番かな。ほう、来てくれたのか。増援はありがたいが、我らは盛況な織田軍の前に壊滅寸前だ。リュウ、それしきの力で信長に逆らうことも世を変えることもできぬ。全員劉備を潰せ。私はなんと非力なんだ。元の世で、ここでも何も変えられぬ。劉備殿、まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理には明るい。感動を抜け撤退しましょう。分かった。皆力を合わせてこの死地を脱するのだ。信長様、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか？人間も、このままじゃ危ない。一人残らず打ち果たせ。まずい、早く劉備殿に逃げてもらわないと。信長様の命令です。ここで散っていただきます。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。一人では信長から腕輪を取り戻せない。そう思い劉備殿に協力を求めたのだが、信長に感づかれこのざまだ。すまない、私のせいで皆を窮地に。気に病むことはありません。今度は私がお助けいたします。お見せしよう。父上、やっと会えたというのに。好きにはさせん。我らにも花のごとく散れと。なぜあなたがそちらに。信長様に歯向かうなら見過ごせませんが。これ以上戦えません。わかるぜ、俺
なって娘と戦うなんて考えたくねえ。ここで口吐く。ストッカリ、ナノじゃん。信長が劉備に近づいておる。早よ行かねば危ないのじゃ。俺に考えがあります。まず感動から敵を排除してください。おめえの策に乗るしかなさそうだ。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやら。すごい、なんて強いんだ。俺に勝てると思ってんのか。劉備につく者は名電入り。絶対に誰も通さねえ。ここが延期と長期の大舞台だ。なんて強さだ。勝てっかねえ。兄者のためなら体張るぐらいなんともねえ。さあ命が惜しくねえやつはどいつだ。よくとく、すまない。面白い。信長は何とか退けたか。君こそ真の三国武将だ。師匠殿はもう撤退したようね。その分私が頑張らないと。新手か。邪魔するならお返しをしてやらねえ。いや、私諸葛亮殿がいない劉備軍が相手だ。この私でも十分立ち向かえよう。諸葛亮とやらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。すごい、なんて強いんだ。私尻尾を巻いて逃げるのが似合いだ。ここで終わりにするわけにはいかないの。殿か。この雪村、全力で当たらせてもらう。すごいな。その力どうやって身につけたんだ。ここまで来れば。やっぱりここに来たのね。兵を伏せていたとは。もはやこれまでか。いいえ、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうでしょ。信長には覚悟があると。もちろん。あの人は孤独な戦いを選んだの。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったな。こんなつもりではなかったのだが。ふう、なんとかなったな。
本当に危ないところだった。救援がなければどうなっていたことか。来てくれて助かった。礼を言うぜ。ホム、気にせずとも良いのじゃ。こんなひどいことをするとは。父上や信長は何を考えておるのかの。ふむ、その手がかりを握っているのはこの中でただ一人。そうだな。まだ詳しい話を聞けていなかったが、ペルセウス、お前は腕輪を取り戻したいと言っていた。信長の目的について何か知っているのか。いや、残念ながら。だがあの腕輪を作り皆をここへ集めた者の正体は知っている。オリュンポスを支配する主神ゼウスだ。ゼウス？聞いたこともありませんが。君たちとは別の世界の神だ。無理もない。ゼウスは強大な力と並外れた好奇心を持ち、これまで人間をもてあそんできた。すべてを見通せる水鏡を使ってね。そして今度は君たちに目をつけたんだ。ゼウス、絶対的な力でオリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時奇妙なものを作り出した。蛇の化け物メドゥーサの神を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した8つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれる。そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じがたい話ですな。しかし信長が腕輪を使い驚異的な力を振るっているのは事実。ただなぜ我らなのでしょう。そこまでは私にもわからない。ゼウスの気まぐれに巻き込まれ運命をねじ曲げられたものを私はたくさん見てきた。けどよ、おめえはなんでそんな必死になってるんだ。責任を感じているからだ。ウロボロスの腕輪の元となった化け物、それに私はゼウスと人間の間に生まれた子。ペルセウス殿、お前の覚悟立派なものだ。劉備殿。おお、延期と長飛様のお出ましだぜ。拙者は官兵軍神の子なり。序玄直だ。
ペルセウスさん、実は私も腕は思ってるんですが。私も詳しいことはよくわからないんだ。今は信長の目的もゼウスがどこにいるかもわからない。ええ、信長がこれ以上力をつけたら危険だわ。うん、なんとしても我らが先に見つけねばな。信長が腕輪を探させていたという忍び、俺は先に偵察に向かいます。無論無意な戦いも避けたいが。わかりました。あの、私も皆さんと一緒に行かせてください。わかった。なら俺も。姫様には世話になったし、ちょっと心配だしな。加工派さん、本当は君たちは神器を持っているんだな。神器？この世界はおそらく腕輪の力によって無理やりつなげられてできたものだ。その歪みに巻き込まれて。よくわかりませんが。ああ、神器には神々の力が宿っている。見てて、乙女の心意気。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。貞昌炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。私こそ天下無双の。それがしが、それがしが真の三国無双だ。この喜び、雲上を愛、堅実に戦う。そしてよし、調子出てきた。異界の不可思議な現象はゼウスによってもたらされている。織田軍との死闘の後、ペルセウスはそう告白した。ゼウス、それはオリンポスの神々の頂点に君臨する王。彼は腕輪の力を使って。だが。ご到着、お待ちしていましたよ。ホウセイさん、お父様は何と。話し合いに応じる気はないと籠城してしまいました。守りは固く、正直攻めあぐねている状況です。まあこんなこともあろうかと水源によって毒を流しておきましたからね。待っていればすぐに城門も開くかと。そんな。見損なったぞ、法政殿。なぜそのような卑怯な真似を。戦に卑怯も正義もありませんよ。大事なのは勝つこと。その言い草、許せぬ。いやいやいや、行くってどこへ。敵陣に決まっている。馬長殿。いいえ、技法を撒いただけです。嘘だったのね。よかった。ええ、ご安
身を。馬長殿の危機迫る勢い、敵はきっと毒を流されたと信じるはずです。俺たちも噂を広めるために城の水源に向かいましょう。王政殿と馬長殿がこの戦の要、二人は何としても守り抜かないと。やろうっての。拡大する前に早く敵に水を飲まぬよう伝えねば。王政殿、いくら敵とはいえやりすぎだ。うわっ、結構やるな。馬長さん、とても怒ってました。これじゃあ王政さんと仲違いしたままに。頃合いを見て奇形だったと教えましょう。馬長殿もきっと分かってくれるはずだわ。水源に着きましたね。ここは毒を足しに来たという体で。やはり噂は本当だったか。これ以上はやらせぬぞ。恨みを買うなら徹底的にやらないと。敵を倒しさらに噂を広めましょう。おい、水を飲むな。毒が入っているぞ。俺の仲間が。すまない。いいか、絶対に飲まないでくれ。なんだ、仲間が毒を流してんのにそれを知らせに来たお人よじが嫌がんのか。城の水源は確保できました。これでますます敵は噂を信じるでしょう。実際に毒を流さず噂で敵を追い詰める、すごいです。宝生さん、でも頃合いを見て馬長殿とお話を。二人が仲違いしたままでは皆困ってしまうわ。毒が流されては籠城なんて無理です。私が何とかしなければ。噂を信じた敵が突っ込んできますね。蹴散らしてやりましょう。学神殿、すごい勢いだ。突破されるわけにはいかない。学神殿、敵ながらすごかったぜ。俺が出て行った分きっと苦労してるんだろうな。邪魔者はいなくなりました。さらに噂を広め敵を動揺させましょう。なんて強力な毒だ。口にしたら大男でもひとたまりもないぞ。素晴らしい武勇、いただいてしまいます。水は俺が何とかしよう。だが今は絶対に飲まないでくれ。俺たち敵のためにずいぶん必死じゃねえか。だろう。毒の存在を教えてもらう。独断で動いてだとすると他の者はなぜ物をどこを放置しているのか。うちは物だろう。策か。いや、気だ。噂の真偽を確かめた方がよかろう。敵が水源に向かっているようです。嘘がバレる前に始末しましょう。おやじさんと戦うのは辛くない。中にいる石田殿はお前の仲間だ。だからこそ黙って見ているなんてできないわ。だってお父様の娘だもの。これで一安心と言いたいところですが、工作部隊を送った将軍始末しておきましょう。嘘がバレないよう素早く対応するなんて。いっちゃ
とやるか。やっぱりすごいです。素晴らしい活躍ね。でも無茶だけはしないで。私でしょ。自分は総思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。これで一安心ですね。敵の間にも動揺が広がっているはずです。昴生さんの策うまくいきましたね。これで城も落とせるでしょうか。堅牢な守りの一角を崩せたみたい。いい調子だわ。嘘をついて回る悪い子。なんだ急に。あの患者、往復する相手を間違えている。いや、知っててこの悪党を挑発しているのか。馬長殿、敵陣の奥深くにいるはずだ。恩を売るために救援に向かいましょう。時間がかかってしまったわね。馬長殿のもとへ急がないと。すごいです。よく分かってます。嘘だと気づかないのか。敵を騙すのはまず味方か。もしや毒の話は昴生殿の嘘だと。ここまでやれば敵も大きく動揺するでしょう。受けられるか。毒だなんて水も飲まずに戦えるわけがない。ビビってる奴に無理はさせないで。分かったんだ。てめえらを撤退しろ。ようやく門が開きましたね。城内へ撃ち打ってやりましょう。馬長さん、僕の話は嘘だったんです。伝えるのが遅れてごめんなさい。馬長殿もうすうす気づいているのでしょ。毒の話も昴生殿の策だった。昴生殿は俺を助けてくれたのか。最後まで話を聞かず仲間を疑った俺を。昴生殿、策とは知らず先ほどはすまなかった。助けてくれて感謝するぞ。馬長殿が動いてくれたから策が成功したんです。救援はその恩に報いたまでのこと。昴生殿、この戦共に勝利をつかもう。よかったですね。これで仲直りです。これも馬長殿の正義、昴生殿の策、そして直虎殿の思いやりのおかげね。いや、私なんて全然。レイスさんこそすごかったです。ここは絶対に通さぬ。田口よ、来い、万来戦を。なんと頑固な敵だ。一人一人倒していくしかないですね。我らも親方様のために戦うぞ。結局、私でしょ。敵も必死で食らいついてくる。北条の殿はそれほど皆に愛されているのね。どちらのですね。仕方がない。さらばやりますね。俺でも感心しているのですよ。
けない。この借りはいつか返すぞ。それがしが参る。すごいです、頑張ってます。そのくらい、もらいゆけ。勇気いざ。敵衆撃つのか。違ったわ。俺に勝てると思ってんのか。バカな、私が負けただと。お強いのですね。私も勇気づけられます。敵衆撃ち取った。俺が行こう、ヤコ。いや、俺たちを引っかき回したのはてめえか。先兵はさせてもらうぜ。礼ですか。いいでしょう。なら俺はその報復として勝利をもらいます。これも法政殿の策のおかげだ。馬長殿もなかなかのお人よしですね。結局は俺の策に利用されたんですよ。まあ戦に勝てて誤解も解けて一件落着です。そろそろ聞かせてください。お前らも知っての通り仕方なくやってたが、ここで負けたのは幸いだ。お父様、これ以上話してくださる気はなさそうですね。まあまあ、味方も増えたしいいじゃないですか。うん、氏康殿がそう判断するなら。これよりは私たちも共に戦わせてください。挨拶代わりに教えてやろう。このお化けさん、ちっとも本気を出しやがらねえ。本気をねえ。腕輪の数は今のところ一緒ですね。相模の獅子、吠えるぜ。間がつかせか。総志向、鉄壁の盾となり。学文献一。世界に散らばった腕輪を探すのは、些細な情報にも注意を払い。残念。宝を探しているのは信長だけではない。ダッキとかいう妙な女も。その人ならちゃんと使いこなせるんでしょうか。直虎殿。え、あのすみません。そんな風に言わないでください。私、どうして腕輪を使いこなせないのかなって考えていたんです。直虎殿のせいではありません。それはあまり思い詰めないでください。仲間がたくさん増えてきましたね。そうですね。でも、もしかしたら他にも私たちみたいに。確かにそうかもしれません。主膳殿、董卓の軍勢が攻めてきたとのことです。分かった、陸さん。俺たちの戦歴に熱い勝利を加えよう。私もそれは望むところです。